こんにちは。慶心中学校社会科の野村雅人と言います。本日は学力診断テスト2023年8月の第2問、地理の解説をしていきたいと思います。地理も歴史と同様に基本的な知識を問う問題をたくさん出題しております。教科書を中心にしっかりと漢字で書けるように勉強していってください。勉強するときにどういう視点でやっていったらいいのか、そういうことを踏まえて解説をしていきたいと思いますので、この動画を見て学力が上がるようにしていきましょう。それでは早速問題の解説の方に入っていきたいと思います。括弧1番の問題、大陸の位置を問う問題でした。この問題のポイントに関しては、赤道の位置が分かっているか、ここが、回答のポイントになったと思います。教科書を読んでいくときに、地理という学問は場所や分布、どこにあるのか、どこに集まっているのかを意識して勉強する必要があります。今後も地図を見ていくときには、場所、分布を意識して、見ていくようにお願いします。括弧2番の問題です。地図から県庁所在地や都道府県の特徴を答えてもらう問題を出題しました。見ていったときに大きな字で金沢市とあるのが見えるでしょうか。慶心の地理の勉強では都道府県や県庁所在地をまずは覚えてもらい、そしてその特徴をしっかりと地図に記入して基本的な内容を押さえてもらおうというふうなことを意識して問題を作っています。はい、金沢市っていうところが分かれば石川県に該当する選択肢を選んでもらうと良いと思います。 R から A を特徴を抜き出してみました。加賀友禅や輪島塗などの伝統産業、伝統工芸品を見て石川県と答えてくれると正解できたかと思います。また A、U、A に関しては青森県、静岡県、佐賀県という形で回答することになりますが、都道府県や県庁所在地はいろいろな形式で出題されるので、地図帳、白地図にぜひ記入をしながら勉強してみてください。それでは、丸2番の問題です。地図や地形図の読み取りの問題になります。X の方から見ていきましょう。選択肢を把握して、それが本当に合ってるかどうかというところを地図で見ていくといいと思います。真ん中に大きな道路がありますが、その西側には畑が多くあるというふうに選択肢には書かれています。本当に畑があるのか確認をしてみてください。赤で丸をつけてみたところ、これは畑ではなく田んぼの地図記号になります。なので、X は間違いの文になります。同じように、Y の選択肢についても見てもらって、神社や寺院があるかどうかというふうな選択肢でした。神社や寺院、地図記号を探してみてください。どちらもありますね。こういった地図の問題、地形図の読み取りっていうのは、地図記号を、メインにして出題されるケースがよく見られます。基本の部分として地図記号をしっかり覚えて、落ち着いて問題を読み取ってください。次のページに行ってください。これも基本的な読み取り問題、気温の気候図の、雨温図の問題ですが、雨温図の読み取りは降水量、ここを、まず注目してください。冬の降水量が多いということは日本海側の気候であるという判断ができます。まずは降水量を見て、いつ降水量が多いのかというところから、どの気候区分なのかというところを考えてみてください。そして問題文では季節風を交えて説明をしなさいというところがあったと思います。季節風、この地図と矢印を見て説明ができるでしょうか。冬は北西の季節風が吹き、
夏は南東の季節風が吹くことから、日本海側では冬に雨が多く、太平洋側では夏に雨が多くなってます。そして発展的な内容として、なぜ冬に北西の季節風が吹くのか、なぜ夏に南東の季節風が吹くのかについては考えてみてください。気候はいろいろな風によって影響されることがあります。はい、括弧3番の問題です。今度は農業について出題をしました。米の収穫量と水田の面積から X に関わる都道府県名を調べたり、そして米の特徴を調べたりする問題でした。主な農作物とその生産地は確認しておいてほしいと思います。これも基本的な知識と言えると思います。今回では水田の面積が全国1位であることから北海道と判断してほしかったです。はい、それでは括弧4番の問題。今度は工業に関する問題です。また表を見て、北海道か千葉県か愛知県か山口県か、都道府県を選ぶ問題です。ここもどの県で工業製品がどのぐらい作られているかという特徴を確認していくといいと思います。今回注目すべき点はこの辺りでした。下線部で示されたところを見てみてください。それぞれの都道府県で特徴があります。そのたくさんあるところに注目して選択肢を絞っていくといいと思います。例えば、E では輸送機械、自動車のことですね、が多いので愛知県だろう。さらに、あに関しては食料品が多いから北海道だろう。うとえの判別には困るかもしれませんが、一番左側青でラインを引かせてもらいました。製造品の出荷額、全てに関わるものが多いか少ないかというところで、千葉と山口を比べてもらって、えが多いから千葉、うが最終的に山口と判断できると思います。主な工業製品はどの工業地域で作られているか、どの県で主に何が作られているかっていうところをまた白地図に書いて、まとめてみてください。もう一問工業の問題です。一番最初に分布や場所に注目して地図を見ていきましょうねという話をしましたが、農業や工業にも同じようなことが言えます。の黒い点がついた、工場、何の工場ですかという問題でした。今回これは造船所が正解なんですが、石油関係で、間違えた人が多く見られました。似てますよね。造船は歴史的に見て長崎という地で多く作られたり、瀬戸内海の、地域で多く作られたりするので、そこの判別ができていたらいいかなというふうに思います。石油関係工場で、選択してくれた人も目のつけどころは良かったと思います。石油は輸入をしてくるものなので、海沿いにある沿岸部にあるっていうところの目の付けどころは良かったので、もう一歩といったところでした。最後に日本の災害に関してです。A から A まで選択肢を挙げましたが、今回は E が誤りでした。津波の被害は、プレートによって起こるので日本海側で注意が必要だよという選択肢でした。実際に日本海側で津波も起こることがありますが、プレートではなく断層による津波なので、今回はこの「い」が誤りというところです。で、災害に関しては中学校や高校でも今注目されている内容になります。日本、災害が多い地域ですが、どのような災害があり、なぜ災害が多いのか、その災害に対してどういうふうな対策が取られているのか、自然災害とその備えについて、理解をしていってください。以上で解説の方が終了になりますが、今後の勉強のアドバイスをまとめてみました。教科書中心勉強していきますが、場所や理由、これを意識すること、どのようなところに集まっているか、分布も、意識してみてください。そして基本的な知識として、都道府県名や県庁所在地をしっかりと覚える。また気温に関しては雨温図、
降水量に注目して、季節風と絡めて説明ができるように準備をしてみてください。まんべんなく農業や工業、出題が見られます。分野ごとに白地図を使って勉強すると良いと思います。それでは、地理の解説の方、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。